ネメスは古代エジプトの頭巾。額に長方形の布を当て、耳を出す形で頭を覆い、折りたたんだ布で両肩に垂れ飾りを形作る。後頭部で棒状の垂れ飾りを作ってまとめることで着用する。エジプト第一王朝のファラオである天の墓から発見された象下のプレートには、ネメスと同様の形状の頭部を持つ人物が描かれている。 ファラオの送信具としてはエジプト第三王朝期に用いられていたことが知られており、初期はウィックと共に用いられていた。権威を表す象徴としては、エジプト第四王朝以降の用法であり、機体に蛇形気象を組み合わせて用いられた。AB ただし、デンはこの人物を攻撃している、左の人物である。AB リチャード F、リーブハート、ネームズ、 ノースカロライナ大学チャペルヒル校。2014年5月27日閲覧。ニームズ。ザ・グローバル・エジプシャ・ミュージアム。2014年5月27日。閲覧。トビー・エイチ・ウィルキンソン。アーリー・ダイナスティック・エジプト。ラウトレッジ。P167。キングデン。S ・サンダル・レーベル。BBC。2014年5月27日閲覧。AB。 クロージング・オブ・エンシェント・エジプチャン・ファラオエターナル・エジプト2014年5月27日閲覧ありがとうございます